ての動画が100万再生回数超えてるところで、僕の発言って多分めっちゃ影響力今出てきてるんですよ。その発言に対して影響力がある中で、どこまでマスコミとかテレビ局とか各事務所が無視できるかってことなんですよ。多分無視続けるの不可能なんですよ、絶対に今の時代。個人がこんだけ影響力持ってる時代なんですよ。だからヒカルもむちゃむちゃやりよるし、ヒカキンやはじめ社長が発表したこともなんであんな影響力持つかって、そういうことなんですよ。だから言う、無視するのは全然いい。スルーしてもいいし、何してもいいよ。でも、いずれどっかで自分で体あってそうですってことを認めんと、お前は男してもダサいし、自分で逃げ道塞いでると思うで、無視してやっていくってことは。どんだけ非難されようが、罵倒されようが、認めて、ミュージカル見に来てるお客さんにボロカス言われてでも、ステージ立ってやりきらな、お前多分仕事なくなんで、ほんまに。こんな女の子がお前に対して恨みを持ってるし、ほんまにめんどくさいことになるよ。全部出していったら。俺みたいにってわけじゃないけど、もう何言われても平気やっていう状況に自分を陥った方が、精神的にも落ち着くし、俺はええと思うねんけど。まあまあ人それぞれやから俺は別に無理にせえとは言わんけど、ただ今回のこの撮影は素人が赤い知人を女の子に紹介して手数料取りましたよってことが言いたかったんです。まあそれがいわゆる税務署からしたら脱税ちゃうかとかもなるかもしれないし、いろんなこう疑惑が生まれてきます。でこれに関してももちろん彼の考え方もあるやろうから、まあ彼が否定したら否定したら勝手に否定したらいいと思ってるし、まあそういった話をね思い出したらこれからもちょくちょくしていきます。で残ってる話題に関しても前も言ったようにタイミングもう一回このタイミングをやったんで、これによって広告二つが飛んでナレーションが飛びかけてます。今やってる舞台に関してはなぜ辞めないのかも僕はよくわかんないです。でも白田優が監督で、白田優が主役で、でスポンサーもいっぱいついてるから、スポンサーも今更降りれないっていうのもありますし、まあスポンサーはね降りてもねお金返ってきますけども、まあ舞台としてやりきらなあかんという状況なんだと思います。だから多分共演してる人たちも表面上はゆうくん大丈夫って言ってるかもしれないですけども、腹では絶対思ってないと思うよ。多分あちこちで誹謗中傷を浴びてるはずだよ、そういう人の。だから一日も早く何か不安の方やゆうのことを応援してくれてる人にちゃんとメッセージを届けた方が僕はいいと思います。否定でもいいと思うよ、僕はそんなことしてませんと。まあ任せるけど、それはまたタイミングでします。お願いします。